wheel of fate is turning! Rebel, one! Action!今日始まっております。あ、はい。明石さん、明石さん、ああ、マブガブです。明石さんがご先と聞いて。え、え、弁蔵さんじゃないの？弁蔵さんじゃないのかよ。だってロチャってチーム名で見て怒られて、まあ怒られるのはまあわかる。でも弁蔵本物って俺は弁蔵さんに怒られてない。トスさんにも怒られてない。確かに。トスさんは静岡のロチャに入る。静岡のロチャやばいな。確かに。だじゃん。どうだんすね。はい。え。おお。お。うわー。うわー。うわ。お、うまい。うわうわ確かに。あ、これは勝ってんじゃん。ハメ、え、ガーフアンガーフアンちゃん。ずっとこれ多分ゲージ300とか500くらいありますね、完全に。うわうわドンボンボン勝利だったらよかったんですけどね。ワンチャンダメだダメだダメだった。俺の読み外れた。うわー裏に当たるし、いやー裏に当たるんだよな最近のは。ボン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 、うわー読まれてた。カウンターしなかったから試食しなかった。危ない。これでもどうすんの。もうあ普通に座れて。何だというのだこの先は。アズラエルちょっときついみたいな話を聞いたことあるよな。まあなんかやっぱ殴り合いしなきゃいけないキャラは。警戒した警戒した。さっきだってグッサグヒットしてもだって回されてたから警戒した。ボンボンボン。本物って書いてありますからね。本物半額じゃん。
赤瀬さんは考えている。もううわそうですね。お？う、強い。おくっしゃー。お、うまい。なるほど。クッサ全然違った。読みは合ってたけど。プラス、おお、うえ。これは。うまい。うん。しっかりしていた。やってるから。なんか覚えてるじゃん。まだ殺しはせんぞ、悪運。スーン。貴様と心得はまとめて食らってやろう。待ってよはやばいの。待ってよ。結構久しぶりなんですよね、多分。赤瀬さん、赤瀬さん、結構分からせは久々な気がですよね。そうっすよ、あ、あれなるほど。なるほど。ね、わかりません。赤の子が潜れるよ。今ローマルカード超えるで。今の悪いのか。もう悪いんじゃないですか。わかんないけど。グレンパニッシュ。あ、ダウンダウンダウン。今のはダメですね。レベル2アクション中断。おえ、おお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 おなんで確かに吸えなかったけど、マスオさんみたいになっちゃったけど全然吸えなかったけど、なんで、全く吸えなかった。何やってんのって言おうとしてたらね、全然普通に蹴り飛ばしましたよ。あの足も結構強いですよね。そうね、やっぱね、一回下がるからね。レルス差し火が当たんないんですよ。裏判定が一瞬スッて下がった後に蹴ってくるから。すごいっすよ。レルス5B 先端がね、意外と避けられちゃうんで、しんどいっすよね。そう、めんどくさいって言い方はちょっとあれか。テータジャンエンすると意外と差し火で死ぬんすよ。うんうんうん。うっしゃーって。ちょっと高めに飛んで BC みたいなね。結構だから。またリーか。D6D とかなんて。うん、おお、よく見ている。
赤瀬さん、インストールしてきたか、ダウンローディングとか。赤瀬さんローディングって初めて来ましたけど、これは別人かもしれん。あ、やっぱ赤瀬さんなんだよな。あーっと、チャムシー、はい、出してしまった。これは下を使え。あと下なくなっちゃってました。あ、でも前ステージ下ってことはもうなくなるっていうのは、おお。攻めが強いですね。やりますね。ステージ振りづらくなってるんで、これでちょっと変わってくるじゃないですか。まあ、振るけどみたいな。読み合いなんだよね。読み合い、読み合い、読み合いと読み合い。まあ、しかしスレッジを割と安定して潰せる技があるのはでかいですね。確かに見てから絶対潰せます。あれでしかも貯められるんだよね。はい。だから相手が貯めてたら、ほらガーキャン強要、あ、食らっていく、こういうパターン。あ、あ、そればっかじゃん。ああ、ドン。いやでも赤さんだから。ボンボン。申し訳ないですけど。ボン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 。ボン、面白くねボーン。あのグーパンだけすごい強いですよね。さあ、なんであれ実戦で使わないですかね、本当に。いや、でもあのグーパンすごい。ゴーッつって。やっぱエクシードアクセルだからね。確かに。エクシードアクセル、あのモーションって、はい、他ない気がする。最後のモーションだけはない気がする。あれオリジナルモーションマジでな気がするけど。空投げとかじゃない、もしかして。ワンチャン空投げとかじゃない。空投げ結構投げのモーションのやついいんじゃん。投げ抜けとか。あーさ、それかな。スタート投げ抜けじゃん、まあ、あでも途中の動作ってあれ、でもガドレスっぽくないやろな、ワンチャン。確かに。あ、でもこの最後のかっこいいポーズはオリジナルっぽいよね。確かに。レルスのあれだけはオリジナル。かっこいいから、かっこいいからオリジナル。あんなんだってしょっちゅうやっていたらすごいですけどね、本当に。あのポーズはしょっちゅうやってほしいな、でも。ギラルギア、ワンチャンあった。タッチポーズはあのポーズにしてほしい。あー、それいいっすね、結構。結構いいな。あとは差し込んでいく。まあ、ストレッチだったらもちろん勝つよ、みたいな。なんでガードしちゃうの。やめて。ガードできない人もいるの。あと、当たれてしまった。ダミジーは、ユルフレーム。譲らない技。さあ、バスを使っていく。おお、うまい。おお、よく見て、何が。やっぱ赤瀬さん、なんだよな。なんだよ、あー。足りない。ボス埋めていく。まあそこは2回転ワンチャン食らってもまだ全然体力があるから、いいか、みたいな。さあ、完全に赤瀬さんの手の上感ある。アッパータイプ。やっぱやり込んでっからな。ちょっとうまい風な、でもうまい風な時は赤瀬さん勝てないから。うまい風の…うまい風やばいよ。うまい風はやばい。あ、両着点激アツ。今立っている。ここは弱点が両弱点だけど、焦らない赤瀬さん、うまいじゃん。結構でも飛んでますね。なんかしっかりしてるね。しっかりしてますね。防御が硬い。なるほど。裏から。あ、なるほどね。とりあえず弱点つけたい。あ、ここは前転から。前転からの2回転。前。赤さんの顔は光っている。これは無駄なアストラルヒートを意識して赤さん負けていくスタイル。あ、しっかりしてんじゃん。でんでんおんでんからの。おお、てん。おお、助け。おお、おお、おお、お
The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. はい。あーちょっと怖しに感じて、うおーうおー、なんすか今のは。ラストサーがやばいですね。うおー本格ねートゥルルルトゥ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 ルルルトゥ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 ルルルトゥ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 ルルルトゥ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 トあれやったホーネットやったのですか。うん、5Cカウンターからホーネットやってみたみたいな。え、スレッジ出てなかった今。スレッジ出てたのが 5C で潰れてた。いや、それだからスレッジ見て、いや、なんかこれ潰れないでしょっていうホーネットしっかりやってたんですよ。確かに、しっかりしてるじゃないですか。うまい、すげえ、見てこれやってる。なんであれ潰れたり潰れなかったりするんだろうね。確かに。よくないよ。確かに。あ、両弱点じゃん。なるほどな。スーン。これだガレットフィンガー、お、飛んでる。あ、なんで技出したん。シュワ、なんで技出してしまう。あ、コンパクトにまとめていく。今日は別人。さあ、別人のまま終われるか。これでも別人って言われてたらもう赤瀬さんウィンじゃないのでは。赤瀬さんウィンじゃないね。えおっと、これはノーマル、おっと食っている。あー、来ました。フレームは譲らない。エビ A から、つけながーと、もし、止め。中さんがしっかりしてますね。ここは余裕を持ってできるというのはなかなか。おっ、素晴らしい。スーン。いや、投げは通るんですね、やっぱ初心者もな。ボン、ボン、投げがよく通る。ボン、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 カムアン。あ、さあ、す、よっ、安くない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 、高い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 、ほーらほーら、うおー、毛がよく通る。さあ、足技、マスター集め。それ誰がなんですか、一体。あ、誰から発表。名前出し、じゃあ、まあ、調べれば出てくるんで。調べれば出てくる。あ、じゃあ調べ。大昔です。マジか。大昔です。この先はマジか。僕は全然喋ったことない人です。やばない。さあ、2…4-2 ですか。2-4。そうそう、なんか赤瀬さん、まあでもあれだよね、はい、ミュージカタパルト食らって死んでってる感じだから、まあ、まあ若干しょうがない感は確かに。さあ、スレッジに出してバーク打って、強い差し合いはあれ1本で OK。 マジか、強すぎでしょ。便利じゃん。あっ、おー、見てる、うまい。シュワちゃんも出す技を変えないとまずいっぽいが、あっ、変わった。ゲージを使って、あ、バスを使っていく。このゲームはバーストの判断が、ね、難しい。難しいっす。難しい。まあ、やっぱでもダメージと状況がやっぱきついやつは使った方がいいっぽいよね。あ、バースト、これはすげえコパン出してたけど、あ、最速復帰してしまう。うわ、横だったら死んでたっぽいけど。そうですね。よく見て、あ、よく見ているからの適当さんシネル。どや、どや。あ、と
この2段ジャンプに相当引っ張られてしまう。おっと、これは隙間が空いてんじゃん。空いていた。パクセ、あ、おっと、冷静。なるほど。まあそういうことになりますよね。まあ、重い。と、はい、はい。あとあと、若干怪しい一発になっていたが、またそれで食らっていく。なんということでしょう。これは、さすがに知らない。さあ、任せしないと言ってるとちょっとなんだが、今回は読み通り。うお。腕気は長い。これちょっときついな。きついね。どうすんだろう。お？まあやるしかなかった感ありますけど、グッサフしてクレーンオーバードライブですか。あ、プレスパークが溜まっていったんで、おっと、差し返しのゴシが刺さって、うまい。明石アズラエル文句なし感で、これはちなみに明石さん、まあ別人かなんでまだ殺しはせんぞ赤鬼、貴様と九重はまとめて食らってやろう。今日は結構多いんですけど人が。